出しのですね、陽泉寺に今着きました。駐車場に入れたんですけど、雨がですね、かなり激しく降ってますね。ここ一番札所なんで、とにかく四国のお遍路はここから始まるということでですね、我々はですね、普通はお遍路さんの格好ってああいう格好すると思うんですけども、何もないんで、ちょっとこのところで買わないといけないかもしれない。あれ、空くあともなんか三脚持って準備したんですけど、これはですね、お遍路する時の杖ですね。それからこれが編み傘、こっちは着るものですね。これ全部ワンセットいってます。でこれはバッグ、これは術ですね。これが農協帳ですね。ここに来た印にですね、判を押してもらういいやつだと思います。この農協帳ですね、買ってきました。この農協帳っていうのはですね、このお寺に参るとですね、こういう風にですね、判を押してもらう。これはもう一番札所で買ったんで、すでに判を押されてます。これが見え袋って、ちょっと中身は開けるのは禁止になるかと思うんで開けませんけども、見えですね、ご神体の袋の中が入っているというものをちょっと買わせていただきました。これから、本堂をお参りしたいと思います。発進って書いてあります。こっからですね、四国の遍路の旅は始まる。この山門を越えると奥に本堂が見えるんですけれども、立派な山門ですね。ここから始まっていきます。全てが今日はあいにくの雨が激しく降ってますけれども、我々もですね、心を清めて四国遍路したいと思います。じゃあ、空くん、行きますか。駐車場のところなんですけど、桜がちょっと心で入りくなって残念ですけど、第2番スタジオのですね、極楽寺に着きました。第1番札所から距離にして1キロぐらいのところですね。極楽寺、雨は相変わらず降ってますね。中はこんな感じです。これが極楽寺の、境内ですね。なんか1番のお寺と違って結構うっそうとしてる感じのとこですね。森の中が、なんかビデオ撮っていいのかどうかよくわからなくてですね、一番札所は撮らなかったですけど、本堂って一番奥かな。どこがちょっと広いお寺なんで、どこが本堂なのかよくわからないですね。ここが奥だね。見て、ほら人が奥を登っていく感じですね。これ見てください。長命杉、長い命の杉。これ樹齢どのくらいなんだろう。相当すごいですね、これ。多分樹齢1000年ぐらいいってるかもしれないですね。弘法大師が種を植えた杉とか言ってますけど、本当かよ、すごいな。これからこの階段を登って本堂にお参りに行
見えていますけど、結構急な階段ですね、これすごいな。ここは外からはいいんじゃない。これが本堂ですね。こっちの奥にも何かありますけども、うっそうとしてますね。すごいですね。ここにも小さなお堂がありました。本堂のちょっと先ですね。こちらの方はどうするんでしょうかね。大使堂になるんです。守りがいっぱいこうかかってますね。今ナビで入れたらですね、ここから 2.4 キロ約10分ぐらいに着くそうです。それはなんか怖い格好してますけど大丈夫ですか。じゃあ行きますか。